かよで。戻ってきたか、わらわの。わらわのアロードはどこだ。アロードは死んだ。貴様、この後に及んでわらわを愚弄する気か。悪いが事実なんだ。そんなことはあってはならぬ。アロードこそがわらわの生きがいなのだ。一体なぜわらわが知らぬところでアロードが死ぬと。聞いてくれ、かようで。あんたは大きな勘違いをしている。あんたもアロードも大昔に一度死んでいるんだ。しかしあんただけが蘇って、アロードは。黙れ。アロードだけでなく、わらわさえもすでに死んだと。ではわらわの記憶に残るアロードの声は、仕草は何なのだ。こんなにも鮮明に残るあの子の記憶は一体何なのだ。それはザッパス、ザッパス。なぜ誰も答えない。全員死んでいるんだ。この城にあんたが知っている人間は一人も残っていない。これがその証拠だ。アロードの遺品の首飾りだよ。なぜお前がそれを。それはわらわがあの子に渡したものだ。彼の孫である人から預かったんだ。孫。わらわの小さなアロードが子をなしたと。ああ、そしてアロードはもうこの世にはいない。そうだった。あの女、あの女がわらわのアロードを奪ったのだ。憎い、たかだか平民の女が皇帝の嫡子であるアロードをたぶらかし、わらわから奪うなど許せるはずもない。そうだ、すべて思い出した。わらわのアロードは確かにもうこの世にいない。だが決してあの女と共に死んだわけではない。あの子はこの城で息を引き取ったのだ。この城で息を引き取った。あの記録と話が違います。記録ではアロードは跡目争いに負け追放されたと。そうだ、それにあのおじいさんだってそう言っていた。事実ばかりが歴史に残る。そのように考えているのか。事実は歴史のように美しくはあらぬものだ。でもアロードは一度城を出たんだろう。どうして戻ってきたんだ。確かに、わらわのアロードは争い事が嫌いだった。だから自らこの城を出て行ってしまった。自分から跡目争いを放棄したっていうのか。そしてどこの馬の骨とも知らぬ若い女と共に、あの子は平民の真似事をして暮らし、婚姻して子をなした。許せなかった。わらわが次期皇帝として認めるのはあの子だけだというのに。故にわらわはあの子を見つけ出し、城に連れ戻し、もう一度教育を施したのだ。教育？すべてはあの子のためだった。あの子に正しい道を歩んでもらうために。そしてもうどこにも逃がさないために、地下牢に閉じ込め、毎日毎日教育を施した。それでも監視を解き伏せ逃げようとしたあの子から、わらわは爵位を奪った。そして貴族採決権の行使を可能とした。自分の子供に貴族採決権を。そんな。教育は完璧なはずだった。
あの子はもう逃げる気力も何もかも失い、完全にわらわのものになった。再び帰ってきた。ではなぜアロードは死んだんだ。ある日、従順になったあの子を褒めてやるつもりで、わらわは久しぶりに城の屋上へ連れて行ってやったのだ。だがあの子は屋上から落下し、命を落としてしまった。あともう少しで教育は完了するところだったのに、なぜあんなことに。受け入れられるはずがなかった。教育、やはりあなたのしていることは虐待ではないか。子供を死なせたなんて。小娘、子を持たぬ貴様に何がわかる。わらわは子供たちを城に集めた。あの子と同じ髪や目、同じ口元を持つ子供たちを、今度こそは失敗しないために、次の正しき皇帝となる嫡子を作り出すために、もう二度とわらわの元から離れない子を作るために。なのに、どんなに子供たちを教育しても、わらわの魂は空虚になっていく。どの子もあの子のように笑わない。あの子のようにわらわを母とは呼ばない。焼きごてを背に押し付けようと鞭で何度打とうと同じことだった。空虚なわらわを満たせる子は現れなかった。だからわらわは、教育に失敗した子供たちを親の元に返した。そうですね、アリス。この北帝国に伝わる伝承、魔女と聖なる皇帝の物語、かようで皇帝、あなたは子供をさらった魔女であり、そして聖なる皇帝であるのでしょう。つまりは壮大な自作自演だったわけね。そしてザッパスにも偽りの記録を取らせた。すべては過去に起こった大量誘拐事件を隠蔽するために。何がおかしい。魔女とはよく言ったものだな、小賢しき平民どもめ。生き死になどもはや問題ではない。わらわの身がよみがえりの泥人形であろうと何の関係がある。貴様らが北帝国皇帝に働いた不敬の数々、許すわけにはいかぬぞ。不敬と来たか。どうやら解き伏せるのは難しいようですね。死なぬ身であるならばちょうどいい。わらわはこれからも探し続けよう。アロードの代わりとなる子供を、今度こそ完璧な子供を探し、次期皇帝にふさわしきアロードを再生してみせる。その前にお前にはなすべきことがある。なんだ。またお前か。わらわに子供たちを集めよと語りかけてきた天界の使者。まさかこの者の指示で。第4代皇帝カヨーデ・ノーラン・ガルス、お前がよみがえり権限したのは生への執着。常にその執着を強く保たねば、その泥の体は崩れゆく。なんだと。カヨーデの体が。なぜだ。わらわはまだ死ぬわけにはいかぬ。アロードに、アロードに会うために。アロードは死んだ。受け入れたはずだろ。アロード、わらわのアロード、あの子が死ぬはずがない。あの子なしでは、わらわは生きている意味がない。一体何が起こっているんだ。蘇った体が崩壊しかけるなんて。原因は推測しかねます。ただ一つだけ分かることがあるとすれば、彼女が自らの存在意義を失ってしまったことでしょうか。そ
存在意義。お前のアロードの存在を否定したのは誰だ。なら目の前の反逆者たちを手にかけてみせよ。さすがその体は再び生きたものとしてこの世に顕現することだろう。そうだ、わらわのアロードを消し去ったのはお前たち。わらわではなくお前たちがアロードを殺した。わらわは皇帝カヨーデ・ノーランガルス。アロードなき世界と我が存在を受け入れることはできない。全てが失われたというのならば全てを再びこの手に取り戻せばよいだけのこと。価値なき者どもよ、わらわの邪魔はさせん。貴様らを葬り再びアロードをわらわの手に。連撃行くよ。防御する。防御よし。行くよ。